FA 制度が誕生してから29年、この制度を利用して数多くのスター選手が他球団に移籍してきました。最も FA 選手を獲得している球団は人気ナンバーワンの巨人です。2021年までに28人の選手を獲得、2位のソフトバンクの14人を大きく引き離して独走状態となっています。毎年のように FA 市場に参戦している巨人ですが、昨年は獲得選手はいませんでした。2年ぶりとなる FA 市場参入で巨人が獲得したいと考えている4選手を紹介します。巨人の課題の一つは野手の選手層の薄さです。2022年シーズンの序盤は首位を独走、貯金を11まで増やした時期もありました。ところが4月下旬に坂本勇人選手がプレー中の故障で離脱、さらに5月初旬にはリードオフマンとしてチームを牽引していた吉川尚輝選手も離脱しました。結局離脱した2人の穴を他の選手が埋めることができず、ゴールデンウィークは1勝8敗と急失速、そのままシーズン終盤まで勢いを失いました。この弱みを補うために巨人が FA で獲得したい選手の1人目は西武の外崎翔太選手です。外崎選手はプロ3年目の2017年にブレーク、同年は135試合に出場し、打率2割5分8厘、10本塁打、48打点、28盗塁を記録し、オフに行われた第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出されました。同大会では3試合に出場し、打率4割6分2厘、1本塁打、4打点の活躍で MVP を受賞。その後2019年には第2回 WBSC プレミア12の日本代表に選出され、世界一に貢献するなど日本を代表する選手として成長しました。外崎の魅力は走攻守3拍子揃ったユーティリティ性です。守備ではセカンドを中心に内野外野複数のポジションを高いレベルでこなし、俊足を生かした広い守備範囲と強肩を兼ね備えています。打撃では持ち前のパンチ力や勝負強さだけでなく、犠打など小技もこなしてきました。巨人の内野手に目を向けてみると、30代の中田翔選手と坂本選手、怪我が多い吉川選手と来季に向けて万全の体制とは言えません。外野の布陣を見てもレギュラーと言えるのは丸佳浩選手だけ。その丸選手も来年は34歳のシーズンとなり、年齢的にもベテランの域に差し掛かっています。そのため内外野も守れて走攻守3拍子揃っている外崎選手を獲得できれば、野手の選手層の薄さの課題を解決できるでしょう。ただ外崎選手の獲得には巨人とは別の球団への移籍が噂されています。その球団とは楽天です。西武は伝統的に FA での流出が多いイメージですが、近年特に楽天への流出が目立ちます。石井和久 GM 兼監督が西武時代のパイプを使ってチーム作りを行ったことで、楽天には元西武の選手が数多く在籍、さらに外崎選手の出身が青森であることからも東北に本拠地を置く楽天への移籍が有力視されているようです。近年では楽天もマネーゲームに参戦していることから、外崎選手の獲得となると豊富な資金が必要になるでしょう。今年の巨人低迷の要因は野手陣の選手層の薄さだけではありません。大きな要因の一つとなっているのが投手陣の崩壊です。2022年シーズンのチーム防御率は先発リリーフともに12球団でワーストの 3.69、 7月には4試合連続で満塁ホームランを浴びるという屈辱も味わっています。先発では長年エースとして君臨してきた菅野智之投手に絶対的な力がなくなり、リリーフも2021年のチームを支えた中川浩太選手が怪我の影響で1軍での登板がありませんでした。その他にも昨年チームを支えたビエイラ選手、デラロサ選手、鍵谷陽平選手などが揃って低迷。そういったチーム事情から巨人が獲得したいのが中日の松葉隆弘選手です。松葉選手は2012年のドラフトでオリックスから1位指名を受けて入団、プロ2年目の2014年には8勝1敗、防御率 2.77、 勝率889の好成績をマークし、日米野球2014の日本代表に選出されました。その後2019年6月30日に松井正人選手、松井裕介選手との交換トレードにより
武田健吾選手と共に中日へ移籍。最速149キロのストレートに加え、スライダー、カーブ、フォークなど多彩な球種を武器に、打たせて取るピッチングが持ち味のサウスポーです。一方で、スタミナに課題があり、6回に打たれることが多かったことと、バンテリンドームでの成績が良かったことから、2022年の序盤からは、本拠地 &5 イニング限定という特殊な起用が続いていました。そんな松葉ですが、今年の5月23日に国内 FA 権を取得。取得した際は、プロ10年目で取れた。自分を褒めたい。と充実感を語っていました。そして、シーズン終了後の10月2日、国内 FA 権を行使する意思を固めたことを発表。本人は常々、中日でのやりがいを語っており、今の環境で投げ続けることを最優先に考えていて、あくまで基本は残留の意思があるようです。一方で、鍛錬と成績の積み重ねで取得した権利だけに、他球団の話を聞いて選手としての評価を確認したい気持ちがあることから宣言に踏み切りました。巨人の2022年シーズンにおける先発投手で、サウスポーはメルセデス投手のみでした。そのメルセデス投手もわずか5勝とローテーション投手としては物足りない成績です。そのため先発左腕は巨人の補強ポイントに合致するでしょう。そして松葉選手獲得の後押しとなるのが FA の制度です。 FA 選手のランク付けでは、移籍前の球団内の旧年俸が日本人選手上位3位までなら A ランク、4位から10位までは B ランク、そして11位以下の選手は C ランクに分類。 A ランクの選手と B ランクの選手は移籍後球団から移籍全球団に金銭や人的保障が必要となる一方で、 C ランクの選手はどちらも不要になります。今年度の年俸が推定2800万円の松葉選手は C ランクに該当。そのため獲得球団はリスクを最小限に抑えて選手を獲得することができます。補強ポイントに合致し、リスクが少ない松葉選手を巨人は獲得するメリットは大きいでしょう。同じく先発投手の補強ポイントとして獲得候補に挙がっているのが阪神の西勇輝選手です。西選手は2008年のドラフト会議でオリックスから3位で指名されると、1年目から1軍のマウンドを経験しました。その後プロ3年目の2011年にブレイク。先発ローテーションとして25試合に登板し、10勝7敗、防御率 3.03 という成績を残しました。2018年オフには FA 権を行使して阪神タイガースに移籍。2022年シーズンは9勝9敗ながら、防御率はリーグ2位の 2.18 と結果を残しています。西といえば、ややスリークォーター気味のフォームからストレートを中心にシュート、スライダー、カーブ、チェンジアップをテンポよく投げ込むスタイル。特にシュートへの評価が高く、シュートとスライダーを軸とした横の揺さぶりを得意としています。他球団の編成担当は、パワー投手ではないので急激に力が落ちることは考えづらい。先発ローテーションで計算できる西は魅力的な投手です。 FA 権を行使した場合は複数球団が獲得に乗り出す可能性が高いと分析。西選手は2022年には巨人戦4試合に登板し、2勝1敗、防御率 0.90 と巨人キラーぶりを発揮していて、巨人は西選手を獲得することで投手陣の再建だけでなく、天敵をチームに取り込んでしまいたい意図があるでしょう。争奪戦は必死ですが、そもそも関西の人気球団である阪神の投手陣の軸となっている西選手は FA 権を行使するのでしょうか。実は阪神は西選手の流出はやむなしの構えだそうです。その背景には、今季限りで退任する矢野昭弘監督の後任として岡田彰布氏が内定したことが挙げられます。とある阪神 OB は、復帰する岡田さんはオリックス監督時代から西選手と折り合いが悪い。岡田さんの投手起用に西選手があからさまに不満の態度を示したのが原因ですとコメント。岡田氏が2010から2012年にオリックスで監督を務めていた際に一軍に抜擢された西選手でしたが、試合途中で強制的にブルペン入りさせられるなど、当時の西選手は岡田氏の強権的な起用に不満を持っていたそうです。さらに前室の OB は、岡田さんは西選手が FA で阪神に入団した際は負け数の多さを理由に獲得自体にことを唱えていた。西選手とすれば、信頼関係のあった矢野監督は辞めるし、代わりに
天敵がやってくるしで、阪神残留は頭にないと思いますよ。と西選手の FA 権行使の可能性について言及していました。ちなみに FA の制度が導入された1993年から過去に阪神と巨人の間で FA 移籍は一度もありません。史上初の阪神から巨人への FA 移籍選手が誕生するのでしょうか。2022年の春季キャンプ中に原辰徳監督は正捕手に求める条件について次のように語っていました。守れればいいということをもしキャッチャーの人たちが思っていたら、それはちょっと違うね。俺は打てるキャッチャーが好きだから、とコメント。続けて、正捕手育成にはあくまで時間がかかることを考慮しながらも、けれどもレギュラーを取るときにはパンと取らなきゃダメですよ。新之助なんかすぐ取ったよ。ジャイアンツあるいは歴代のキャッチャーというのは力のある人がパッと取りますよ、と続けました。実際原監督のコメントにあった阿部コーチは、中央大学からドラフト1位入団した翌年、新人捕手ながら開幕スタメンを勝ち取ったことでも知られています。打撃でも2012年には首位打者、打点王、MVP 獲得と、まさに強打の正捕手として攻守にわたって長年チームを牽引、原監督の第二次政権を象徴するような選手でした。そこで巨人が獲得したい打てる捕手が西武の森友哉選手です。球界を代表する打者を次々と輩出する大阪桐蔭高校の中でも歴代でナンバーワンの打撃センスと評された森選手は、プロに入団後も優れたミート力とパンチ力を武器に2019年には首位打者と MVP を獲得。森選手の打撃センスがあまりにも優れていたため、シーズン216安打の日本新記録を達成したチームの先輩秋山翔吾選手が彼のバッティングを手本としたというエピソードがあります。秋山選手は、よく見ると構えた時左手をあまりギュッと握っていない、やや遊ばせているんです。そしてインパクトの瞬間だけ力を入れる。さらに言えばバットは寝かせ気味で来たボールを素直に打ち返している。これは自分にも使えるんじゃないかと思った、と語っていました。捕手としては破格の打力の持ち主で、まだ27歳と FA 選手としては異例の若さも森選手の魅力でしょう。球界屈指の打てる捕手として知られるだけに、宣言すれば争奪戦必至と見られていますが、巨人はすでに5年20億円超とも想定される大型契約を用意しています。ただ巨人の森選手獲得に疑問を持つ声も少なくありません。2022年は強肩強打ながらリード面で批判が絶えない大城卓三選手と、逆に守備の評価は高いがまるで打てない小林誠司選手のコンビが主にマスクをかぶっていました。その中で森選手も守備で名高い選手ではなく、しかも今年の打撃成績に限っては大城選手を下回っています。そのため高いコストを支払うほどの補強になるとは言えず、山瀬慎之助選手を育てる方が賢明ではないかと言われています。ただ森選手が FA 権を行使すれば、巨人だけでなく複数球団で争奪戦になるのは間違いないでしょう。9月28日に大塚球団副代表が原監督も出席したスカウト会議後、隠してもしょうがないと今週ドラフト1位選手を12球団最速で公表。将来性でいく、体は小さいけど3拍子揃ってパンチ力もあると、今夏の甲子園で3本塁打を放った高松商のスラッガー浅野翔吾選手の指名を決定しました。2022年のシーズンを4位で終えた巨人は投手陣の不足が深刻です。現場からはドラフトで即戦力を望む声が噴出していましたが、それなりの育成期間が必要な浅野選手の指名を決断。最重要課題となる来季の V 奪回を考えれば、本来であれば高校生野手を上位で指名している余裕はないはずです。それでも浅野選手の1位指名を決定したということは、2年ぶりとなる FA 選手獲得を中心に大型補強に乗り出すということを意味しているのではないでしょうか。今後の FA 市場の動きが楽しみです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。